わかってるんだよ、わかってるんだよ、わかってるんだよ。探し続けても見つかるって限らない。笑い話さ、笑い話さ、笑い話さ、いつかそう言って泣き笑いしよう。悪くない結末さ。君を思うとき真っ白な鳥になる。 I went for you Wednesday, I went for you Wednesday. メルマンのおしんで探していた小屋の草木をかき分けて、変化があるのが当たり前で、死ぬまでそれが続くと思っていた。同じに見えてまるで違う世界だ。いつの間にか迷い込んだ複雑なラビリンだけど、僕らは耳を澄ませば君の優しく響く声。日が沈みかけた街をぼんやり。泣き虫なあの人に伝えたいことがあるんだ。たとえ遠く離れていても、この歌声が君を包みますように。東へ西へ南へ北へ、日本中を走り続け丸になる。昔昔あるところに一番大切なものは家族ですと真顔で言う。出世できない男がいました。経済至上主義の世の中で一番大切なものはお金じゃないですよと言い張る愚かな男でした。皆さんこんばんは、松尾高見です。今夜もマイホーミーライブ元気に歌っていきたいと思います。まず一曲、糸の半分と書いて絆。二つの道が重なり合って人という字が完成する。男と女、男と男、女と女、愛はそれぞれ。
政治や宗教、哲学、ロマン、モラルや法律、お金さえも全て人が生み出したもの、良かれと思い生み出したもの、誰もが幸せになるため生きてる、他にどんな理由必要なの、勝手に人の勝ち負けを決めんなよ、負けたかどうかなんて自分で決める。こんな時代だからこそ感動を探そう、感動が人生に種をまく、誰か支えることで人という字が成立する、糸の半分君が持っていて、もう半分は僕が持ってる。誰もが幸せになるためつながる、たまにはそんな絆必要だろう、すべての命には意味があって、僕も君もいつか成し遂げるさ。時代だとしても大志を抱こう、魂は死してもなお生き続ける、笑い泣いて夢を語ろう、最高の明日を共に描こう、こんな時代だからこそ感動を探そう、感動が人生に種をまく、いつも心に夢を飾ろう、自分の花を咲かせよう、もう半分は僕が持ってる。はい、ありがとうございます。改めまして松尾貴臣です。マイホームライブ148回目ということで、いよいよ稲佐山凱旋ライブまで残りジャスト2週間となりました、ね、より気合を入れて心を込めて歌っていきたいなと思っております。ではではコメントの方いただきます。はい、あ、一番乗り桑山和子さん、こんばんは、ありがとうございます。あ、渡辺智美さんもこんばんは。はい、あ、井ノ口さんもこんばんは。はい、
あ、根本さん、こんばんは。今日のライブも社内で流させていただきます。いよいよもうすぐですね。楽しみにしております。長崎の会場でお会いしましょう。ありがとうございます、ね、根本さん自らね、紅茶を販売に来てくれます。皆さんぜひ見かけたらお声掛けしてくださいね。はい。あ、土屋ゆせさんもこんばんは。あ、谷さんもこんばんは。あ、静香さんもこんばんは。ズレなし、よかったです。はい、さすが安定の Facebook でございます。はい、きょんさん、バンチャ、今日もおみ注入、はい、おみ注入頑張っていきましょう。はい。お、絆、糸と半分と書いてというのが胸に染みました。ありがとうございます。2010年にね、作詞作曲してるんですけども、いい言葉だなとね、感じてね、本当意味のある成り立ちがほとんどですのでね、非常にこう知れば知るほど面白かったりしますね。はい、こんばんは。時間だと思って立ち上がった瞬間、腰がぎくってなりました。大丈夫ですか？そのままぎっくり腰になってないですかね。へなへなってなりますからね。僕も一度だけぎっくり腰やったことあってね、4年ぐらい前ですかね、全身の力が抜けて本当に立てなくなるんですよね。人間って不思議だなと。何かこう一本の、それこそ糸が、一本の糸が抜けたらこんなふにゃーってなるんだと思って驚きました。はい、大変でした、あの時は。はい、紹介しまさん、こんばんはね。大丈夫、はい、やっくん、あ、コメントをつけている分だけぎっくり腰はなさそうです。ぎっくり腰だと動けないですからね。あ、ひらたくん、こんばんは。はい、はい、あ、土田よしこさんもこんばんは。はい、紅茶楽しみにしてます。僕も楽しみにしてます。ということで、次の曲はそんな長崎で過ごした高校時代に作詞作曲をしました、ボイス、聴いてください。でも
しにならない、いくつもの思いをすべて伝えよう、そう決めた。今週の同紹介でございますが、ね、最近毎週稲佐山特集ということで、9月3日稲佐山凱旋ライブにゲスト出演してくれるミュージシャンをお招きしております。今週はいよいよ大鳥でございます。書道家シンガーソングライター友近やっくんです。こんばんは。こんばんは。あれね、幼稚園で定番のギャグがあるんだね、はい、やっくんね。そうですね、今、これが一番ですね。あ、これ一番。あれ、お茶の、あれは？あー、そうです。お茶美味しいの、うん、歌があって、はい。それをやるときに、こう、美味しいっていうだけで、子供たちが大爆笑するんで。それ、置いてあるペットボトル。これが僕のネタですね。ペットボトルを拾って飲むだけで。そうそう。いや、飲んで美味しいっていうだけで。なんだろうね。
言い方ですよ。おいしい。あ、なるほど。そっちか。はい、今のこのひげがちょうどいい感じ。おいしい。本当だ。よく見ると、なんか、ちょびひげ生えてるけど。そうなんです。俳優のさ、迫田孝也さんってわかる？わかんないです。このね、数年、こうググッと来てるね、はい、俳優さんなんだけど、ちょっとなんか、あ、本当ですか？ちょっといけるかも。本当ですか？うん。とりあえず僕は憧れのジャムおじさんを目指して。そっちか。そっち目指したの。そっち目指していこうかな。アンパンマンの顔を作っていこうかな。なるほどね。それもいいかもしれない。なるほどね。友近ヤックもパン屋さんをね。はい、そうです。ね、もうアーティストをやりながらパン屋さんもやろうかな。歌いながら書道しながらパン屋をできれば。何やか分かんない。そっかそっか。そんな野望を今日は聞かせていただきましたけども、はい、今日はその話じゃなくてですね、はい、あれ違うんですね、はい、今日はやっくんがパン屋さんになりたい話じゃなくて、はい、いよいよもう、ま、ね、2週間後に迫ってまいりました。本当ですね。いや、本当、松尾さんのこの10年間の思いプラス、はい、まあ、アルファの2年ね。思いっていうのは、すごいですよね、うん。みんなビシビシ感じてると思います。松尾さんの歌を聴きながら。いよいよだと、うん。なかなかね、ミュージシャンって、その、M1 とかあるわけじゃないしさ、甲子園とかあるわけじゃないからさ、ね、何かに挑むって、なかなかないじゃんね。そのもちろんイベントはね多々あるけど、はい、今回は本当に一つのイベントにねもう向かっている感じだね。自分でも、まあ、斬新というか、心の拠り所にもなってるかもしれない。すごく、はい、特別です、はい、いよいよでもその思いにぜひ僕も、はい、参加させていただきたいと思いますので。いやもうね、本当は2年前にね友情出演ってことでゲストで出てもらう予定だったんですけど、まあ、コロナで伸びまして、まあ、いよいよですが、どうですか今の心境は。いやもう松尾さんの思いを乗せて僕もサポートしたいという思いです。浅いな、コメント浅いな。いやでもそれ以外ないですよ。まあね、僕はもう10年間の、まああの、はい、もう出会った時からそのチケットを、はい、稲佐山のチケット販売されてました、はい、多分僕初回か2回目ぐらいの時に買ってるんですよね。あってはい、松田さんのライブ見に行った時に確か買いました。震災の後だから2011年以降だったよね。そうですね、11年の時にお会いしてるわけです。確か11年か10、まあでも結構早めに僕も買いましたよ、チケット。あ、本当チケット持ってんの今。確か家に、はい、置いてます。絶対ないでしょ、今。全然なさそうな方向させてる。いや、この裏にも部屋があるんで。あ、そうですか。あの額縁の裏に。そうです。この裏に。書道の裏に。そっかそっか。はい。そっか。持ってきた方がよかったですね。すいません。そうですね。入場券ないと入れないからね、やっくんね。あ、僕も入場券ちゃんと入場券入って、もし持ってなかったら、チケットで1000円になりますので。あ、ちょっとね、出演するのにも分かりました。しっかり探しておきます。いつから販売始めたんですか、あれ。2010年の4月18日です。すごいですね。そう。やっぱね、人って不思議でね、10年後のライブのチケットですって言うと、はい、ちょっとこう胸が高鳴るんだよね。はい。ああ、10年後か、みたいな。なるほど。だけど、9年後って言われたら、ちょっと、よくわかんなくなって。9年後。あ、9年後か。そうですね。なんで9年後なんですかみたいな。いや、去年から言い始めたんです。ふーん、みたいな感じで。じゃあ買いましょうって、なかなか、どんどんね、テンション下がってくる。8年後、7年後、6年後。ああ。それ面白かった。そういうことか。だからもう、まあ。クラウドファンディングとちょっと近いかもしれないですね。そうね。最初の初動。初動。皆さんが夢を応援したいっていう瞬間が。ね。いや、ほんと近いと思う。なんかモチベーションをこうくすぐる部分というか、せめてはずっと10年後のライブって言い続ければよかったのかもしれない。いや、いつ始まるか分からないです。いや、僕はバカ正直にね、9年後、8年後とか言うから、どんどんこうテンションが下がっていったわけですよ。まあでも、ね、しょうがないというか、ずっと10年後とは言えないですからね。そう。で、3年後ぐらいになってきた時は、今度逆にみんな現実的になってきて、はい。あ、やっぱり伸びてくる。3年後か、あ、ちょっと長崎行けないなとか、こう、ちらほら言われ始めて。逆に現実の話。そう、現実的になり始めて。夢じゃなくて。夢じゃなくなった。現実の話。10年後だったらほら、行けない理由はあんまないじゃんね。10年後に長崎行けない理由って、はい、なんか病気してるとかね、はい、そういう、はい、
でも元気だし、その瞬間は。はい、はい。なんか3年後ぐらいになってくると結構現実的でね、子供が受験なんだよね、とかなんかね。なるほど。ちょうどその日は行けないな、みたいな。そうっすか、みたいな。まあそんなこんなで、まあ、12年を迎えまして。はい。まあね。コロナが一向に収まりませんけど、むしろ、さらに高まってます。増えてる。ね。まあでももうね、やります、2週間後。そうですね。まあ野外だからコロナは大丈夫じゃないですかね。もちろん、いろいろ対策はね、施しつつも。うん、うん、うん。はい。ただ、ほら、やっぱ来れないと。いや、もう事実上、現実的に、ね、医療関係の方とか、はい、ごめんけど行けないみたいな、多々あります。まあ、でも今回オンラインもあるんですよね。あ、オンラインもあります。あ、いい宣伝をありがとう。はい。そうなんです。オンラインもあるんです。オンラインもあるから、もう全国どこからでも、世界どこからでも参加できる。世界どこからも参加できますので、皆さんご安心ください。はい。もうリアルに来てる人たちもオンラインも一緒に見ていただいて。リアルでいるのに、その、いるのにこう一緒に配信チケットをコメントも一緒して。あ、コメント、確かにコメント見たいもんね。みんなどんなコメントだからもうリアルで見ながらコメントを見ながら皆さん参加していただいて。それはいいアイデアだ。はい。ぜひ。ぜひ。あ、もうそんな話したらもう10分ね、なりかけてます。あら、早いですね。早いですね。どんなコラボレーションしましょうね。いや、もう、友情視線ということで、もう松尾さんと、はい。この10年間で絡んできた、やはり曲とかを演奏できたらと思うんですけど。ざっくりだな言っていいんですか、言ったらダメですね。まあね、せっかくもう、お楽しみに。もう2週間後なんでね、お楽しみにしてもらいましょうか。コラボレーションの時間もありますので。そして、あの曲も、待望のあの曲ももちろんね、みんなで歌えたらと思ってますのでね。はい、楽しみです。いや、めちゃくちゃ楽しみです、もう。はい、盛り上がっていく。完成版をお届けできるという感覚です。確かに。いよいよ、完成版を。はい、お互いピンで歌ってたけど、はい、いよいよね。バンドも入って、楽しみですね。はい。はい、じゃあ、お互い、まあ、9月3日以降もね、音楽人生は続いてきますが、今年も、ヤックもね、全国回るんだね、9月以降に。はい。松尾さんの翌日に福岡でもう早速、翌日に9月4日。一発目、スタートして、はい。そこから福岡を皮切りに、北海道行ったり、はい、京都、愛媛、うん、新潟、東京と、行くことになってますので、ぜひ。アクティブ。お互い、頑張っていきましょう。まあ、お互いの友近役のホームページだったり、Facebook ページに皆さんね、足をお運びいただければと思います。ではでは、ヤックンありがとう。ありがとうございます。以上、どうしようと思いました。ゲストは友近やっくんでしたけどもね、ひげが生えてましてね、それがなんとジャムおじさんを目指しているという衝撃の事実が判明した回でございましたね。もう稲佐山まで2週間です。2週間、ね、2週間後の今頃はもう終わってね、ほっとしてる頃でしょうか。あと天気だけが心配で、 iPhone、 僕の iPhone でね、天気のアプリを見ると10日先ぐらいまで見えるんですよ。ってことは来週の土日の予報も見れまして、見たらね、雨なんです、はい。ちなみに今日、明日も長崎は雨なんですよね。長崎の方いらっしゃいますでしょうかね。ということはですよ、
もう2週雨続いたら3週続くことって確率的に相当低いんじゃないかと思ってまして、ね、ほら人生って基本晴れじゃないですか、ね、雨の方が少ないですよね人生ってそう考えると3週連続雨ないです、はい、そうなるとあと問題は台風ですね。台風が今9月とかにね発生してますので、そこさえ、しかも台風も何ですか、そのドンピシャ来る日だけ避けられればね、まあもちろんその前日来られちゃっても困りますけど、でも最悪最悪当日さえ避けてくれればですね、なんなら翌日はめっちゃ晴れますしね、はい、ということで、まあ、いろんなことを願いつつ、こんなにも天気を心配するのは人生で初めてです僕はね、はい、これもまた稲佐山ライブの面白いとこかなと思っています。ではではコメントの方読ませていただきます。はいはい、パチパチありがとうございます。あ、これボイスか、ボイスですね。お、ハーモニカ松尾さん器用ですね、ありがとうございます。はい、ぎっくり腰でも動けなくてもコメントはできないです。いや、よかった。ぎっくり腰だったらね、それこそちょっと大変になりますからね、移動がね。はいはい、あ、ハーモニカも最高、そしていい声、 ありがとうございます、はい、今日はすごく集中して、ハープ吹けましたね。あ、津田元子さんもこんばんは。ハーモニカもいいですね、ありがとうございます。はい、ひろたくん、きょんさん、静香さん、パチパチ。はい、やっくんだいぶ左に傾いてますね。そうなんです、あの一回整えたんですよ、まあ、収録なんですけど、約もうちょっと右、あと数センチ右とか言ってね、整えたんですけど、いざ始まるともうずれちゃってましてですね、もう直せず、はい、直せずどんまい。はい、友近やっくんこんばんは。はい、はい、やっくんこんばんは、元気で素敵な笑顔いいですね。はい、ありがとうございます。コンサートの成功に乗ってます、ありがとうございます。松尾さんの凱旋ライブ、やっくん盛り上げてくださいね、やっくん盛り上げてくださいね。はい、リアルで見ながら配信も見て歌詞出す、あ、それ面白いですね、面白いです。でプレミア配信なので多分5秒ぐらいしかずれないんでですね、まあ、ただあの集中できないと思いますので、まあ、でもいろんな楽しみ方ありますのでその辺はお任せしますが、はいはい、楽しみですね、ワクワクしてきます、ありがとうございます。松田さん、チケット持ってなかったです。あ、一生瓶は持ってますが、いいですね、じゃあ一生瓶とチケット交換しましょうか僕が得するみたいなはい、なるほど、はい、どうにかしましょう、はい、どうにかします、はい、ということで、まあ、そんなやっくんがね数年前、収録出した CD に僕の曲が収録されてます。僕が作詞作曲した曲、希望の歌、ここで一曲聴いてください。今週もちょっと稲佐山バージョンの週になっております。
歩き続けよう。お願いします。希望の歌でした。この歌ね、2010年にね開催されたリレーフォーライフ千葉というね、がん患者支援のイベントね、今でもこれつけてます、リングねつけてますけどもね、のテーマソングとして作詞作曲をしましてね、なんかいろいろ歌いながら思い出しましたが、今年のね、10月にもリレーフォーライフ千葉10月30日ね松戸で開催されるということで、この前ね、連絡いただきまして歌いに行くことになりました。ぜひ松戸界隈の方々、はい、今年は1日だけだそうです。で今日はねリレーフォーライフ広島やってるんですよね。浜中先生ね、リレーフォーライフ広島の大会会長ですが、僕は2年に1回ぐらいのペースで歌いに行かせてもらっておりますけど、今日は尾道で開催中ということで、広島の方々ぜひお見知りおきください。ではでは最後の曲行く前にコメントの方いただきます。はいはい、希望の歌。あ、浜本さんこんばんは。はい、キョンさん、モノトーン背景なので文字が映えていい感じに。あ、ちょっとね工夫していました。色ね難しいんですよ。あんま暗くすんのもありだし、色が飛びすぎるのもありだしね、ちょっとこうゴールドチックにやってみたんですけど、ただの顔色が悪い人目に見えなかったかと心配ですけども、はい、来週はどんな試みがあるでしょうか。はい、はい、ひろくんパチパチありがとう。希望の歌、この歌もいいですね、ありがとうございます。はい、ではではでは本日のラストソング、あ、長浜さんいなさま楽しみ、ありがとうございます。はい、頑張っていきたいと思います。ではではでは全国でラストソングとなりますけども、せっかく希望の歌を歌ったんでね、まあ、野歌シリーズということで、今日は喜びの歌エンディング、最後のエンディング、最後の歌ねお届けしたいと思います。悲しみに暮れ涙するときは、僕がそれを乾かす風になる。生きる意味に戸惑うときは、僕が理由になるよ、約束するよ。夜を飲み明かした奴ら、僕より僕のことを知っているから、他でもない君に会ってほしいんだ。幸せになろう、この先二人で同じ歩幅で歩いて行こう。今日は大切な人に見送られ、初めの一歩を踏み出すのさ。いつも隣で笑ってほしいんだ。歌い続けよう、喜び
人と一緒になるんだろうな。ずっと前から分かっていた気がする。だけど不思議だね、巡り会えたこと。同じ朝を共に迎えること。この日のために、この人のために。悲しみに暮れ涙す時は、僕がそれを乾かす風になる。生きる意味に戸惑う時は、なるよ、約束するよ。ずっと隣で笑っていたいんだ。一人二人と増えてゆくのだろう。ララ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 、歌い続けよう。最後の歌ですが、時間が経つのが早いですね。ね、今日すごくテンポよく進みましたね。まだ6時46分ですか。はい。はい、あ、いい歌です。僕覚えてますよ。長浜さんがこの歌で僕の目の前で号泣されてたのね。僕ももらい泣きするかと思いますよ。はい。喜びの歌、心が温まる歌ですね。ありがとうございます。はい。お、すごい。アンパンマンに出てきそうなキャラクターですね。はい、深みのある歌ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。誕生会があって遅くなりました。ミラチゴさん、こんばんは。誕生会、今日8月20日今日ですかね。おめでとうございます。はい、どなたか存じ上げませんがおめでとうございます。はい、はい、アンコール、アンコール、オミコール、パチパチ。ずっとギターを弾く手を見てしまいます。あ、喜びの歌ね、ギター弾き方で挑戦中ということで、ポイントはですね、この A にちょっとキュッてこう、キュンってこう、小指がね音を足すという、まあ、その辺ポイントですが、基本シンプルなストロークで大丈夫で、簡単なコードなので、ぜひ歌ったら聴かせてくださいね。はい、はい、アンコール、はい、ありがとうございます。持ってこいもありがとうございます。アンコール、アンコール、オミコール、アンコール、稲佐山、あ、いいですね。稲佐山、稲佐山が近づいてかかりました。はい、アンコール、アンコール、おみちゃん、最後のアンコール行くぞということで、行きたいと思います、行きたいと思いますよ。
やっぱり今日はね、やっくん出てくれましたし、稲佐山ではこの歌をね、一緒にみんなで歌いたいなと思って2年前に用意しておりました。丸、最後に聞いてください。ございました。今日なんでこんな早いんだろう、6時53分なんですかね。やっくんの同志とかが
思ったより短かったんですかね。結構いろいろカットしたんですよ。はい。10分切ったからかな。なら、ね、せっかく皆さんね、見てくれてますし、ここで終わるのももったいないので、もう一曲だけいっちゃいましょうかね。はい。ああ、バカ。ありがとうございます。ねえ、もう、拍手ならなかったらやめようかと思いましたけど、もうこの拍手が来ましたので、もう一曲いっちゃいましょう。今日はね、このマーチン君を出せなかったんですね。アンコールをね、どっちにしようか悩んでたんですよ。この丸にするかもう一曲にするか、まあ、ヤックンだし、まあ、丸かなと思って今日丸にしたんですけども、じゃあせっかくねちょうどいい時間余ってますので、もう一曲の方、この曲でワンカポといえばこれです。ビューティフルライフ。また喧嘩したんだってね、ほんと仕方ないやつだな。喧嘩するなとは言わないけれど、ちゃんとちゃんと仲直りをするんだよ。また季節は静かに変わって、ケバボファと呼ばれている。未だ違和感が拭えないけれど、ちゃんとちゃんと役割を果たすつもりさ。君が生まれた朝、写真に収めた空、ようこそ素晴らしき世界へ、最高の人生プレゼントするからね。いつか君を残して旅立つその日まで、僕が見た世界のことを君に伝えてゆきたい。大きな揺れに巻き込まれて、九死に一生を得た日、テレビカメラの前で泣いていた。家族が見つからないって泣いていた。自分の命より守りたいものがある。僕にとっての幸せとは、何があろうとも君が今日も生きていること。いつか君を残して旅立ったその後も、出くわす日もあるだろう。自分次第で明日は変わる。そうさ、今を生きよう。
君の目がよく見えなくても君の耳がよく聞こえなくても人より考えることが苦手でも思ったことをうまく言えなかったとしても手足を自由に動かせなくてもみんなと何かが違っていたとしても君が君らしくいられたらいい。それでいい。ずっと君を愛し続ける。いついかなる時も忘れてはいけない。僕たちは永遠じゃないのだから今を生きよう。愛も夢も希望も贅沢に詰め込んだ。だろう。そんな時はイヤホンを耳に当てこの歌をこの歌を密かに聞いてほしい。どうもありがとう。松尾貴文でした。来週も行います。マイホームラブ皆さんも1週間目行います。集まってください。ありがとうございました。ねえ、その時の僕はトワイライトの記憶の中にいたよね。忘れないよ。はい、ありがとうございました。マイホーミーライブ148回目でございました。はい、8月のプレミア配信、来週ではなく今日、来週ね、明日に迫ってまいりました。稲佐山ライブ直前のね、前哨戦ということで張り切って歌っていきたいと思いますので、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。で、稲佐山のライブ配信もしっかりと行います。こちらの方でお求めいただければ幸いです。では最後コメントの方いただきます。はいはい、あ、たくさんコメントありがとうございます。どっからかな。アンコール行くぞ。丸丸、この歌のように日本中が笑顔になるといいですね。ありがとうございます。丸がいっぱい、丸丸丸丸丸丸丸、パチパチパチ、今夜もありがとうございました。ありがとうございました。もう一曲いっときますかね。パチパチパチ、やった。はい、丸いい歌ですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう一曲良いですね。たまにはこんな日もね。ね、あの翌週休みとかの時はアンコール2曲とか歌ったことありますけど、ただ単純に早まったって珍しいパターンね。たまにはこんな日も。はい、パチパチ、何歌うの、ドキドキ、パチパチ、ビューティフルライフでございました。ビューティフルライフ最高、ありがとうございます。ビューティフルライフ、涙腺あかんのです。はい、泣き歌でございます。はい、ワン、はい、まさに多様性の歌ですね。あ、高平さんありがとうございます。そうですね、やっぱり障害者施設たくさん回った中で生まれた曲といっても過言ではないのでね、まあ、親心でもありますし、そういった思い込められております。歌詞も曲も心にグッときますね。ありがとうございます。パチパチ、お疲れ様でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。楽しかったです。ゆっくりしながら日本酒飲んでくださいね。もう僕が日本酒飲む前提になってますけども、ま、飲みますけども、ありがとうございます。さすがに速攻対応は素晴らしい。皆さんはベストコンディションでいけるよう健康管理に気をつけてくださいね。ありがとうございます。パチパチ、とても素敵な時間になりました。皆さんを楽しみに、あと2週間仕事を頑張ります。ありがとうございました。はい、ビューティフルライフまで聴けて幸せです。
直前に体調を崩さないように気をつけるとですね、お互いにですね、はい、お疲れ様、ありがとうございました。おみ注入楽し完了、幸せな時間でした、ありがとうございます。はい、長浜さんもラストコメントありがとうございました。ということでまた来週お会いしましょう。